どうも、スパークゲームスです。今回はファミリーコンピューターの光学ソフト10選第5位から1位をご紹介しようと思います。第1位はどのタイトルでしょうか？予想しながらご覧ください。第5位はオーバーホライゾン。現在の参考価格は41,200円。1991年4月26日にホットビーより発売。こちらはプレミアソフトとして有名な横スクロールシューティングゲーム。難易度が非常に高いことでも有名です。当時の発売価格は6800円でした。一見オーソドックスな横スクロールのシューティングゲームですが、ショットを前後に打ち分けられたり、ショットの設定をカスタマイズできたり、オリジナル要素も多数盛り込まれている良作です。BGM は伝説のオーガバトル、ファイナルファンタジータクティクスなどの楽曲を手掛けたことでも有名な岩田正春氏が担当し、こちらも高く評価されています。第4位はこちら、ムーンクリスタル。現在の参考価格は47,400円。1992年8月28日にテクトより発売。横スクロールのアクションゲームです。当時の発売価格は7800円でした。随所に挿入されるアニメ調のイベントシーンが特徴的。ファミコン末期のソフトであることから、グラフィックは豪華であり、当時のゲームとしては珍しく漢字も表示されていました。アクションシーンでは仲間は登場しませんが、ストーリーシーンには金髪少女のロジーナなどが登場。そのドット絵には多くのファンがいました。続いて第3位、バブルボブル2。現在の参考価格は48,200円。1993年3月5日に台東より発売。
1986年にアーケードで登場して以来、今なお愛され続けている大人気パズルゲームです。当時の発売価格は6490円でした。バブルボブルの続編で、主人公はバブルンではなく、ハビーとルビーという別のキャラクターとなっていますが、見た目はバブルンとほぼ同じ。前作と比べ、キャラクターは大きく描かれています。家庭用に作られているため、難易度は低めに設定されています。惜しくも第2位となったのはこちら、ギミック。現在の参考価格は61,750円。1992年1月31日にサンソフトより発売。横スクロールタイプのアクションゲームです。当時の発売価格は6200円でした。ファミコン後期タイトルということもあり、クオリティが高いのはもちろん、可愛い見た目に反した難易度の高さもアクションゲーマーをうならせる名作。タイトル通り、プレイヤーの心理を読んだ様々な仕掛けが登場します。プレミアソフトとしてテレビなどのメディアで取り上げられたこともあるので、おそらく知っている人も多いであろう、レアゲーソフトの代表格です。栄えある第1位はこちら、サマーカーニバル92レッカ。現在の参考価格は7万円。1992年7月17日にラグザットから発売。こちらもプレミアソフトとしては有名な縦スクロールシューティングゲーム。当時の発売価格は4980円でした。こちらはラグザットが開催していたゲーム大会、サマーカーニバルでの使用を目的として開発されました。ファミコン用ソフトのゲーム内容としては、圧倒的な敵や弾の数、巧妙な敵の配置などによる非常に高い難易度が特徴です。エンディングでは、スーパーハードシューティングゲームを自称しています。
より高性能なゲームハードへの移行期だったことや、ゲーマー向けの高難易度により、発売当時のゲーム雑誌の評価はあまり芳しくありませんでした。しかし、そのハードの性能の限界を極めたグラフィックや独特の雰囲気が再評価され、今やファミコンでも有数のプレミアソフトの一つとなっています。ということで、ファミリーコンピューターの高額ソフト10選の第5位から1位をご紹介いたしました。お楽しみいただけましたでしょうか。前回の動画では10位から6位を紹介していますので、そちらもぜひご覧ください。それでは高評価、コメント、チャンネル登録よろしければお願いいたします。スパークゲームスでした。